霧島競馬予想動画です。当たらない予想を今から行っていきたいと思います。6月29日、阪神メインレースは、第55回宝塚記念ということで、春の、G1 を締めくくるレースですね。ドリームレースです。ドリームレースにふさわしく、G1 馬が、ベルジーナ、ジェンティルドンナ、当選上段、名将マンボ、ゴールドシップが G1 ウィナーですね。CM ではね、ダービー馬とかどうのこうのとかね、確かに、ね、言ってたような気もしますけど、今回ね、ダービー馬いません。ジャパンカップ、天皇賞、秋。他は、オークス、秋華賞、エリザベス女王杯、菊花賞、皐月賞かな？ぐらい買ってる馬ばっかりですね。それでは、予想を行いたいと思います。まあ、春の G1 を締めくくるにあたって、すごく悩みました。僕の本命は、ウィンバリアシオンに。ウィンバリアシオンは、ここね、G1 成績、2連続2着と。まあ、有馬記念に至っては、1.3秒離されてますけど、2着はまあゴールドシップなんですけど、まあ、1馬身から1馬身半ぐらい離しての、先着ということで、力を見せたかなと。そしてね、前走の天皇賞春は、きっちりね、後ろから差してきて、惜しかった首差の2着ということで、力を証明しているということで、今回ね、勝ってほしい一頭だと思います。ハーツクライ産駒がね、連勝しているっていうのもあるし、このね、宝塚記念っていうのはね、初 G1 勝利っていうね、昔からあるんでね、マーベラスサンデー、アーネストリーとか、タップダンスチーとか、サイレンスズカとかね、そうそうたる、名前が揃うんですけど、このシルバーゲッターとか、僕は結構好きなんですけどね。ウィンバリアシオンがここで初の G1 タイトルを手にするのではないかなと僕は思って本命に打ちました。対抗はね、ゴールドシップ。ゴールドシップね、阪神成績はね、4勝2着1回。その他なし。そしてね、このまあ直線内回りというか、直線の短いコースだと、7勝2着1回、その他なし。ということはね、やっぱりね、ステイゴールド産駒らしい、小回り巧者という、まあ、僕の好きな、まあ、勝手に好きと言ってるんですけど、ドリームジャーニーなんかと比較してもいいかなという。まあまあ、ドリームジャーニーも中山と阪神しか走らないという。まあまあ、両極端な感じですね。東京や京都になると凡走する。でもゴールドシップはね、菊花賞を買ってるんですよね。ここはちょっとね、ちょっと理解ができない という感じもしますけど、ゴールドシップ。鞍上がね、変わってるんでね、まあそこら辺どうかなというのがあるんですけど、ここはね、力を見せつけてほしいですね。ぜひね、勝つか2着に来てほしいという気持ちで、丸。本当はね、本命を打ってもいいんですけど、まあ、ウィンバリア仕様に勝たせてあげたいという気持ちもあって、対抗にしました。3番手のね、黒三角には、デニム&ルビーです。ジャパンカップ、これ僕の本命でした。本命？いや、対抗かな。
いやー、あの時はね、当たったと思ったんですけどね、まさか後ろにね、当然冗談が、ね、僕はあえて言いませんけど、当然冗談がいたんでね、3連単は当たらなかったんですけどね、あの時はね、いい読みをしたんだなと僕は思っております。今回もね、阪神コースの内回りになって、この馬の本領をまた発揮されるんではないかなと。まあ、土曜日がね、雨模様なんで、この馬もね、雨結構、好きというかね、馬場が渋ったら、意外と突き抜けてくるんではないかなと思ったりもして、一応3番手評価。この馬が来たら結構美味しいかなと、僕は思っております。ただね、ちょっとムラがあるんでね、届かないシーンがやっぱあると思うんで、本当はね、東京で買いたかった、まあ、ビクトリアマイルはちょっと距離が短かったっていうのもあると思うんですけど、まあ、天皇賞秋とかね、ジャパンカップとか面白いかなとは思っております。3番の評価です。そしてね、当選上段。今回買います。ジャパンカップ3着。この馬に競られました。その後ね、有馬記念はね、凡走して、前走のね、成尾記念で一叩きして、今回は上積みがあるんではないだろうかと、この馬はちょっと買っとかないとちょっと怖いぞという、天皇賞春の勝ち馬ですね。やっぱりね、G1 ホースはね、やっぱ買っとかなあかんっていうのが、やっぱりちょっと最近しみじみと思いまして、ということで、あとね、G1 を構想する馬、やっぱね、実力があるということで、当選上段を抑えたいと思います。そしてね、ジェンティルドンナ、ちょっとね、評価下げました。本当はね、3着には入るかなっていう気持ちもあります。で、馬券的には買うんですけど、評価として下げようかなと。56キロ背負うのと、そしてね、馬場がちょっと渋ると、この馬が凡走するかなっていう、まあ、勝ちにくい。2着3着は来るけど、まあ、着外もありえるかなっていうのが、この馬の、馬場の渋ったレースぶりですかね。ちょっと意味がわからなかったけど。なので、ジェンティルドンナはちょっと下げました。あとね、休み明けがちょっとね、いまいちピンとこないっていうのがあるんで、あくまでも抑えで買いたいと思います。他にね、北港ブレイブ。まあまあ2着3着と連続続いたんで、次は4着かなとは思ったりもするんですけど、一応ね、G1 で好走した馬は買っとけということなんで買えます。名勝マンボ。もう、この馬ね、阪神よりね、京都の方がね、よく走るんじゃないかなと僕はね、思っております。なのでね、抑え程度で、超買っときます。ということで、馬券はこうなりました。間違えて書いたんで、こうなっております。ウィンバリアシオンが本命、ゴールドシップが対抗。3番手はデニム&ルビーで。馬券は3連複買います。最近3連単当たらないんで、まあ、プクに戻してもマルチで勝っても一緒なんですけど、まあまあ気持ち的に、7番、11番、まあ、ウィンバリアシオンのゴールドシップを軸に、2番、6番、8番を3点を2点。そして7番、11番から1番、10番、3連複を2点を500円という感じにしました。本当はね、フォーメーション買いしようかなと、ゴールドシップ1着、2着固定の、ウィンバリアシオンを、反対にして、3.5点ぐらい流そうかなと、3着にね。考えましたけど、やめました。手堅く当てに行こうかと思います。そしてね、ウマレンを11番。ここはミソですね。ゴールドシップから2番、7番、8番。本当はね、ウィンバリアシオンでもよかったんですけど、まあ、ゴールドシップの方がちょっと手堅いかなと思ったりもしたんで、2番、7番、8番、ウマレン3点、1000円。あえてジェンティルドンナは外しております。まあ、デニム&ルビー当選上段来たら美味しいかと思います。
僕の予想はこんな感じになりました。この土日ね、宝塚記念以外に G1、G1 じゃない、重賞がね、ないんですね。で、もしかしたら土曜日のメインレースあたりか、何かあれば予想動画を上げたいと思いますので、ぜひね、もし上げてたら、そちらの方もご覧になってください。今週ね、水曜日、25日、給料日ですね。僕は給料日なんですけど、その日に行われたね、帝王賞、予想動画をアップしようかなと思ったんですけど、ちょっとバタバタしておりまして、馬券は勝ったんですけど、見事に、7番、10番、4番あたりを1万ぐらい勝てたんですけど、結果がね、10番、7番、4番という、ね、感じに、ね、なってまいまして、なってしまいまして、まあ当たらなかったという。まあそこで思いました。儲けに走るより確実に当てる方に行こうということで、3連単マルチとか3連単フォーメーションやめて、3連複の2等軸流しか1等軸流しに切り替えようかなと、思いました。まあ普通にね、3連複勝ってたらっていうね、たらっていう感じですね。ということで、気持ちを切り替えての宝塚記念、15時40分発送ということで、皆さん、まだまだ時間がね、あると思うんで、馬場、そしてね、コース形態とかね、いろんなところを吟味して、予想してもらって、ぜひね、当ててもらいたいと思います。こんな感じで宝塚記念の予想を終えたいと思います。コメントお待ちしております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、宝塚記念当てましょう。ではでは。